今日貝塚市立総合体育館で行われました日本生命とトップ乙女ピンポンズ名古屋のハイライトシーンです。監督はこのやはりダブルス第一マッチがキーだったというふうに言ってましたね。というのもワンゲームオールまで行きましたもんね。そうですね、はい、初めてのサマラさんと、はいはい、ジェイン・チェン選手のペアでね、はいはい、いいコンビネーションを見せてくれたんですけどね、はい、最後にはねこの 6-6 からの大変なところはまた昨日に続いてジャンが勝負どころの一撃で仕留めるシーンがありました。でダブルスを取りました。第2マッチは若手同士同世代の森と安藤、これもいい戦いでしたが森が終始流れを譲りませんでしたね。そうですね、サービスと3球目でね、はいはい、押していきましたね、はい、ただ傾向を変えたい名古屋は、シングルスデビュー森薗美咲26歳、国際的には格上のジャンホイ相手でした、はい、森薗さんの頑張りはどうでしたか。そうですね、サーブを要所要所で、はい、変えていったり、はい、フォア回り込みドライブが、はい、有効だったと思います、はい、こちらも終始リードを許さずなんと3-0ですもんね、はい、はい、これは立派な戦いでした。そしてインタビューを受けた前田美優は第4マッチ相手に流れをほぼほぼ渡さず完勝と言っていいんですかね。そうですね、2セット目からは本当にレシーブで先手が取れるようになって、はい、あとサマラ選手のフォアに大きく動かすことができたので、はいはい、先手取ったまま、はいはい、勝利に結びつけれたと思います、はい。昨日の試合では勝利をした後も涙を流すような、ね、はい、シーンもあったんですが、はい、今日はなんか、しっかりと自分を持って戦えたと話をしていました、はい、嬉しそうですね、はい、ご覧